今ですね、歩いて行けるスーパー行ってみたんですけど、なんかコンビニぐらいの大きさだったんで、全然欲しいものがなかったので、ちょっと車に乗って行ってこようかな。はい、スーパー太陽っていうところに来てみました。これ多分鹿児島の方にあるスーパーだったと思います。歩いて来れる距離だったな。多分10分ぐらいで来れたと思います。じゃあ入ってみましょう。スーパーでいろいろ買ってきたよ。じゃあルームツアーしましょうか。まあルームツアーするってほどのおしゃれなお部屋でもないんですけど、もう見ての通りこんな感じのワンルームマンションの一室です。これね、部屋代がすごい安かったんですよ。エアビーで、2泊泊まって9000円ちょっとでした。まあどうせ一人だし、あの仕事で来てるし、もう十分です。壁に向かって夕食タイムです。一見映えなそうな夕飯なんだけど、こだわったところは鹿児島近海で採れたお刺身、それからこの醤油のブランド、フードキン、初めて見ました。大分のお醤油です。これ静岡で見たことないんで買ってみました。それからスーパー太陽さんで売ってたおにぎり、それからこれもね、ちょっとメーカーさん忘れちゃったんですけど、九州のメーカーさんのお豆腐と、鰹節も九州のやつです。要はね、九州産にこだわってやってみました。やっぱご当地行ったらご当地のグルメをこうやって味わうのも楽しいかなと思います。そしてなぜか音楽は僕派でございます。じゃあいただきます。もう刺身が最高っす。おはようございます。8月25日火曜日、時刻は8時頃です。桜島フェリーの横の駐車場で、駐車場に来ています。風はね、ちょっとやっぱ台風の影響が出てるんでしょうかね。昨日よりちょっと風強めです。
まあ、まだそんなやばい風ってほどでもないですけどね。今日はこれから市内のお客様とちょっと会う約束がありまして、1日仕事になります。待ち合わせ時間までね、まだちょっと時間がありますので、せっかくなんでね、桜島を見に来ました。はい、桜島の見える公園まで来てみました。今朝の桜島、ちょっとね、頂上付近はだいぶ雲がかかってしまってるようですね。なんか映像で見るといつも右側の方から噴煙が上がってる絵を見るんですけども、今日は噴煙なのか雲なのかよくわかんない状態です。本当はね、明日の朝桜島見にここへ来ようかと思ってたんですけど、明日はもっと今日よりね予報が悪いみたいなので、これは今日行っとかなきゃ明日見れないな。ちょっと風が強いですね。はい、ということで今朝見に来ました。まあ、全体すっきりと見えるわけではなかったんですけども、初めて見ることができました。さあ、じゃあこれからね公園を後にしまして、ちょっと高台から市を一望できる公園があるみたいなんで、そこもちょっと寄ってからお仕事へ行こうかなと思います。はい、戻ってきました。ちなみにこの駐車場ですけど1時間無料なので、まあ、ちょこっと公園を見てくるだけだったら十分かなと思います。では次へ移動します。8時35分城山公園展望台到着しました。はい、展望台はさらに上に上がるようですね。まだお店はやってません。展望台はここ右へ行って約170m。濡れるし、ああもう嫌だ、なんか苦しくなっちゃったね。マスク取りました。密とは無縁の場所。はい、着きました。うわうわ綺麗。Oh.
駐車場入り口の大木、いい感じだね。ラーメンの後は地元のスーパー元気問屋のあけぼのさん、ちょっと見ていこうと思います。スーパーに行ったら面白いものが売ってたんで買ってみた。しかもお値段リーズナブル、レアだ。なんか甘口醤油とおろしニンニクがついてました。それじゃあいただいてみます。これはうまい。すごいコリコリとした歯ごたえのある食感です。でこの甘口醤油とニンニク風味のタレがね、合いますね。初めての美味しさです。うまい。チャンネル登録もお願いします。アルファセンスコンプリート。